こんにちは、ガーです。ということで本日は皆様に重大発表がございます。昨年度から大阪駅直結の商業施設ルクア大阪さんとコラボ施策をこの YouTube を通してたくさん動画を作ってきているんですが、その一環でなんと今回抽選会を開催することになりました。そうなんですよ、抽選会です。え、何それって思ってる方もいるかと思うんですけど、題してガー君が当たる抽選会です。余計何それってなったと思います。はい、なんとね、今回はルクア大阪さん全面協力のもと、自分とルクア大阪さんで抽選会をするっていうことで、ちょっとこれからね説明していこうかなと思うんですけど、抽選会っていうことでいろいろとね賞があって、特賞やったり、まあ、なんとか賞やったりなんとか賞みたいなのがあって、何名かに当たるような抽選会になってるんですけども、その特賞で一番いい賞でガー君が当たるっていうことで、でその特賞のガー君が当たるっていう内容が、ルクア大阪で自分と一緒に買い物できるっていうのが特賞になります。そうなんですよ、それだけかいって思った方もいるかと思うんですけど、なんとそれだけじゃないんです。特賞は自分と一緒にルクア大阪で買い物をできる権利プラス、ルクア大阪さんが3万円分の買い物補助券を出してくれるそうです。やばくないですか、超太っ腹じゃないですか。3万円分やからね、特賞当たったからといってなんかお金をね皆さんに使ってもらうのもねちょっと申し訳ないなということで、ルクア大阪さんと相談してみたところ、3万円分もね買い物券を出してもらえるっていうことで、日付は決まってて2月22日になります。一応ねその日が行ける方限定になるんですけど、特賞の方は。でこの個人チャンネルもね一緒に買い物してる様子っていうのをね動画に収めたいなと思うので、協力していただける方はぜひ参加してほしいなって思っております。せっかく一緒に買い物ができるっていう感じなんで、自分にコーデの相談とかしてくれてもいいし、自分がその人に似合いそうな服っていうのをね選んでもいいかなって思っているので、ぜひたくさんの方のご応募お待ちしております。応募方法はちょっとこの動画の最後の方に説明しようと思うんで、もうちょっとだけお話を聞いてください。でこの特賞のガー君が当たる以外にも、ジディールの過去の完売してる商品が当たる賞やったり、ルクアメンバーズカードのポイントが当たる賞やったり、あとはねジディールの過去の何完売している商品っていうのはね、ジディールで人気あった即完売したトラックジャケットやったり、夏頃に発売した即完売した T シャツたちっていうのもね、今回の抽選会のジディール賞に入れようと思っているので、ぜひねその商品とかも狙っていたっていう方はご応募の方をお待ちしております。でここからね大事な参加条件の方になるんですけど、参加条件は1月23日から2月5日の期間にルクア大阪全店でご自身のルクアメンバーズカードを提示して、税込み3300円以上の買い物をした上で、ルクア7階に設置している応募箱に必要事項を記入して投函してくれた方が、ガー君が当たる賞の抽選の参加者になります。だからこの1月23日から2月5日の間に、まあ、3300円なんで服1着やったり無印やったり、ほんまに何でもいいんで、そこでルクアのメンバーズカードを使って買い物をして、そのついでに7階の方でね必要事項とかいろいろを書いて投函してもらえれば応募完了になるんで、まあ今とかやったらね自分の商品とかタンクラフトプレップもルクア7階のフリクスアさんの方で展開していたり、あとはねルクアイーレ5階のイーサロンさんの方でも自分のブランドのジディールとプレクミのアイテムとかも販売してるんで、一応ねその商品も対象になって、ルクアやったらどこでもいいっていう感じなんで、3300円以上お買い物をした方はぜひご応募の方よろしくお願いいたします。でそのメンバーズカードっていうのはね当日入会も可能なものなので、気軽にこの期間中にルクア大阪に買い物に来てもらえれば応募ができるのでよろしくお願いします。自分がゴールド会員になっているメンバーズカードですね、もう来年にはプラチナ会員になるのが確定しているメンバーズカードなんですけど、まあ作ってて損はないかなと思うので、ルクア大阪で買い物する方はぜひぜひ応募お待ちしております。はい、で今喋った詳細とかはねもっと詳しくまとめたページっていうのを概要欄に特設ホームページの URL を貼っておくので、よかったらそちらからまたチェックの方よろしくお願いします。あとこの企画の期間中、ルクア大阪のどこかにこの企画のポスターこちらになるんですけども、このポスターがね大きく飾られるみたいなんで、ぜひそちらの方もね見つけた方は写真やったりなんなり撮ってストーリーの方で拡散とかしてもらえたら嬉しいです。タグ付けとかしてもらえたら自分も入れるんで、よかったらルクア大阪期間中に行く方はその看板見つけてストーリーとか撮ってみてください。自分もちょっとその期間中ね
ね、どこに置かれるかまだ聞いてないので探しに行こうと思っております、はい。まあ、そんな感じのね、今回は短いご報告動画になったんですけど、まあ、こんなね大きな商業施設さんと一緒にやらせてもらえるっていうのはね、自分の中ではかなり光栄な企画になっているんで、この企画をね自分も盛り上げて、ルカ大阪さんと一緒にこの企画やってよかったなって思ってもらえるような企画にしたいんで、ぜひたくさんの方のご応募お待ちしております。で、特賞の自分と一緒に買い物っていうのをね、ルカ大阪でしましょう皆さん。ということで、そんな感じのご報告動画でした。今日も最後までご視聴してくださった方、ありがとうございます。ご応募の方お待ちしております。ということで、バーイ。